はい、皆様こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。タラニーのバイクニュースです。本日取り上げる話題は、先日インドネシアホンダで新型スポーツスクーターバリオ160が発表されました。マイモデルになるバリオ150は日本のラインナップの中でいうディオ110の排気量拡大版みたいな感じでしたが、バリオ160は先日動画で挙げた2021年ケニリーランキングで5位にランクインした ADV150 のようなデザインになりました。日本に導入されるかは未定ですが、日本で売れている ADV150 が今年の10月の排ガス規制をクリアできないため今年モデルチェンジとなるはずですけども、これをベースに ADV160 になる可能性があるかもしれません。エンジンはこれも昨年ベストセラーの BCX160 と同じ水冷4バルブ ESP プラスエンジンを採用。前後タイヤサイズは14インチとなり、街中ではデコボコした道でも安定した走行ができそうです。灯火類は全て LED 製となり、メーターはフルデジタル表示。速度、走行距離、燃料残量、スマートキーインジゲーターのほか、時計、燃費、バッテリー電圧などが表示可能となっています。スマートキーシステムを採用し、ブローボックスには USB Type-A 電源ソケットがあるので走行中のスマホの充電も可能です。シート下のラゲッジスペースは18リットルの容量。フルフェイスのヘルメットだと形状によっては収納が難しいかもしれません。フレームはディオ110なので採用されている ESAF フレームの新型で、ブレーキは前後連動 CBS と ABS の2種類をラインナップ。燃費はユーロ3の WMTC モード発表で 46.9 リットルキロメートルとなります。ところでバリオ3のフロントカールのここの部分なんですけども、この謎のホンダプレートはね、何だろうと思ったら、インドネシアではナンバーは前後取り付けになっていて、このプレート部にナンバーを付けるんですね。初めて知りました。視認性のためかね、分かりませんけども、アジアのナンバープレートってバイクに対してかなり大きくて結構目立つんですよね。 ADV150 や PCX160 と違って、足元のフロアがあるバリオ160、もしこれをベースに新型 ADV160 が出るなら、マルチスクーターの PCX とシティコミューターのリード125、ディオ110などをうまく融合したバランスの良い新型スクーターが誕生しそうな気がします。バリオ160の日本導入はおそらくなく、 ADV160 の内容は私の考察となりますが、売れているジャンルだけに新型 ADV の発表がすごく楽しみです。日本ではバリオ150が並行輸入で入ってきていて、だいたい日本円で29万円くらいで販売していました。バリオ160の現地の価格は2580万ルピア、日本円で約20万円くらいなので、バリオ160が並行輸入で入ってきてもバリオ150と同じくらいの値段になるかもしれません。今回のニュースはこれで終了となります。また動画作りの参考にさせていただきますので、コメントやいいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは。